ハピセラ TV。 わあ、これ痛いじゃん。私ネジネジなんですけど大丈夫？いやだから複雑なんでしょ。複雑だからちょっと触診がポイントだね。あ、脱がない。なんでいきなり見切ってたの？脱ぎたがる。いや、ゴムがあるから。ああ、そういう意味。びっくりした。なんか脱ぐ、急に削らされちゃった。違う違う違う。だからこの布一枚にしないとと思って。ああ、なるほど、うん、はい。これで多分大丈夫。うん。でも L45 を見るわけじゃなく、足の長さをね、まず、うん。フラットだよね。見切って、携帯を打てばよくて。うん。あ、なるほど。いや、うん。靴下のあれで変わるんで、うん、ちゃんと靴下こう上げて、うん、若干右足が短いかな、うんうんうん、0.5 ぐらい、うん、だからそんなに、俺もそうなんだけど、そんなに変わらないわけよ、うん、それを、うん、例えばこの状態じゃ取っといてね、ミキティ首を右に回して、うん、お、引っ張る引っ張る引っ張る、うん、これで今揃ったわけよ、うん、だからそっちが戻す方向なわけよ、ミキティ、うん、反対にやってみて、ちなみにもっと一回フラットにして、うん、反対にやるとまだ歪みあるんで、うん、でもう一回こっちの方が、ね、行きにくいんですよ、行きにくいですよ、うんうん、そっちの方は、うん、この足伸びるんで右足が 0.5 がこうずれるんで、これを取るためにはやっぱ首なんですよ、首の矯正をちょっとこれでいって、うん、下袋、まあその方でいい、うん、でもう一回ここで軽く触診が必要なんですよ、うん、うん、ここ行っていかないんでやっぱここなんですよ、これを行かない、どっちをやるの？それはね、教えない、そこがポイントなんだよね。これがね、結構整体のこう醍醐味というか、うん、あれだね、有料講座ですよ。なるほど、はい、いきます。ちょっと待って、これちゃんとここ、うん、よし、うわー、これ痛いじゃん。痛い痛い、まあまあ痛くなかったよ、みたいな。私そのためってなんかうらあ、今見て見て、分かるところ、これね、ちゃんと見てね、あのズルしちゃダメよ、ここでズルできる。ズルする椅子いるんだよ、これ。かわいいか。あ、もうバッチリバッチリ、うん、うん、これでいいわけ、うん、で腰で調子悪いとかある、逆に腰、うん、じゃあ腰、右腰をなんかね、ここがおかしいんですよ、ここがずれてると思う、どれ、ここ触ったらなんか、なんていうの、なんか左にずれてる、なんかここ左になんか寄ってるっていうか言ってる意味がわかんない、左に寄ってるって、腰が左に寄ってるってどういうこと、いやいや、なんか骨がこっちにこうなってるように思う、あ、なんか感覚ね、私の感覚さ、あの自分が立ってる感覚としてはなんかこう引っ張る、なんか変な感じなの。ああ、それの場合は、うん、今度は極特機じゃなくて、凹凸機見ます。凹凸機。凹凸機を横からロックして、どっちに行くか行かないか。あ、これもう圧倒的にこっちで行かないんで。右が痛い。うん、行かないんで。痛い。ここ、ぶち込みます。ぶち込みます。よし、凹凸機です。おお、3連発。腰はね強いよ、あの血液強いんで、うーん、ちょっと多めに、あ、でもう一回チェック、痛くないね、痛くない痛くないね、すごいね、あ、違いますね、うん、うん、だって右だけだったもんね、明らか、うん、OK、で、あとは気になるところ、あとなんかここがさ、うん、ずっと痛いの、どこ、ここ左のここだけ痛いの、なんかちょうどここ、うん、ここなんか、うん、この辺1本3センチぐらいこの辺、うん、ちょっと待ってね、そうなると極突起で、うん、手のとこ取ってもらったらなんか、うん、見える見えるなる、痛いとこだらけだけど極と気候を触って痛いだろうこの辺って言ったからこれ1個ずつ見て、お、なんかもう、うん、左痛い、うん、動いてないです、うん、はい、はい、入れちゃいます、1個ずつ入れちゃいます、お、
もうこっちも動いてねえな。うん、なんだろう、詰まってる感じする。ああ、動いてねえな。ああ、動いてねえな。いやいや、待って待って、動いてるとこどこなの、逆に。もうここでちょっとブラの線があるんで、ちょっと飛ばして、うん、あ、これ大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、これちょっとあるね、まだね、うん、こっちは行かないわけです。こっちは行くわけです。ああ、違う、うん、こっちがロック入ってる。あ、でもこれ冬骨なんで、ちょうど11番ですね。骨折っていいですか。うん。冬骨ぶち込んでいいですか。うん、まあ、分かってるとできるんですけど、で、力抜いて、うん、ああ、スーッとした、スーッとした、うん、で、動き見て、うん、あ、このか、OK です。これで OK です。動きはちょうど同じぐらいです。はい。どうする？二人ともちょっと俺の体でやってみる。全然原理も分かってないのに。大丈夫？ちょっと教えながらというかいいんでしょうか。じゃあやってみて。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタン、お願いします。お願いします。